遊戯配信ルスチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、山戸です。はい、D1 ドライバーの藤野です。はい、というわけで今回は、隼人さんと茜さんに来ていただきました。よろしくお願いします。藤野さん、これまた違う系統の車来ましたね。ジャンルが全く違うよね。はい、これなんかいろいろ荷物も乗ったりしてますけど、何で使ってるの？はい、これ何で使ってるお車なんですか？これは今あの2人で日本一周中なんですけど。日本一周？そうですね。日本一周聞きました。日本一周だそうです。日本一周中だよ。そうです。そのため の, あの車中泊もできるようにあのといった車ですね、はい、アウトドア仕様に作った車です。はい、あ、はい、まあ、もちろん上もそうですけど、これまず塗装が、はい、これまず今気になったんですけど、はい、これどう考えても純正の色じゃないですよね、藤野さん。ね、これね、純正ではこれラッピングじゃない？でも確かに質感的になんかこうラッピングな感じありますけどね。これラッピングですか？いや、ラッピングというのはラッ…貼ってはないね。ステッカーを貼ってるわけじゃなく、いや、ではないですね。もしかしてあのホームセンターとかに売ってるなんかこう、いや違う違う、塗料とかじゃない？違うんです。ああ、車用の塗料で、まずその純正の分を削ってから上で手塗りしました。うん、手塗り？手塗り？手塗りです。え、じゃあ全部ご自身で塗られてる？そうですね。塗料、塗料を別で購入して、あの100均のローラーで自分たちでせっせと塗りました。みかんの皮っぽい質感が、ま、でもマットな感じで可愛くないですか、これ。はい、そうなんです。でも全然こう素人塗装とは思えないなんか仕上がりじゃないですか。でもなんかアウトドアしそうなね。はい、そうですね。パッと見はあのこういう細かいところはあの見えないのでバレませんけど、こういうところにちょっと素人感が出てたりするんですけど、それもあのマットなので あんまり汚れが気にならないかなっていうのがあったりしますね。はいはい、うん、そうだよね。日本一周するんだったらあの汚れが目立たない方がいいもんね。そうですね。まあ、確かにそうですね。洗ってる時間ない、うん、そうですね。もう汚れっぱなしなのでいかに汚れが目立たないかっていうのが。じゃあもう基本的には車中泊。そうですね。この車に生活してます。うん、そうですね。やっぱ内装がすごいんじゃないですか。内装。あとこれダッシュボードも何気多分これ塗ってますよね。そうですね。これね。はい。でもこれ運転席と助手席は藤野さん、これ至って普通の車ですよね。至って普通の軽自動車。はい。そうですね。でもここで寝泊まりしてるわけじゃないですか。ということはこれ多分後ろの扉開けたらすごいことになってるんじゃないですか。そうだね。開けてもらう。これ開けてもらいましょうか。はい、これどこから開けたらいいですか。基本的にあの自分たちはあのこのバックドアを玄関にしているんですけど。バックドア玄関。玄関として。玄関。あ、これそうです。ピンポンとピンポンと、ね、ピンポンとピンポンと、じゃあこれ開けてもらいましょうか。はい、ちょっとまずは暗いので見えないかもしれませんが。え、すごい家だ。はい、これはバスケット。ライトつけさせていただきます、ね、一応これが僕たちの今の家なんですけど。ここで料理して。そうですね。一応ここが小さなキッチンになっていまして、シンクと IH とあのここを基本的に使ってまして、じゃあのもしよかったらなんですけど、あのいつも寝る時のこのフルフラットにした状態にしてみてもいいですか。もうぜひ。はい、いいですか。なんか楽しそうだね。これ楽しいですよね。あの一人用でしたらちょうどいいサイズだと思うんですけど、あの二人で旅してるんでちょっと狭いところはあるんですけど、あ、それもうたまに喧嘩になったりしないですか。あ、もう私の場所だから。場所と言いますか、もうしょっちゅう喧嘩はしますね。そうです。小さいのであの上の天井収納だったりとか、あの床下収納とかを使って、ね、いろいろ荷物を詰め込みましたね。はいはい、寝ぼけて立ち上がって頭を突っ張りそうですね。これありそうですね。そうですね。あの電球とか当たっちゃいそうですよね。電球はもう毎日当たります。当たりますか。はい、いや、そうですね。これはここにも引き出しがありますよ。あ、そうですね。収納スペースは結構ある。すごいですね、収納が。あ、食器棚。食器棚と調理器具は全部。調理器具と食器と、はい、そうですね、ここはそういったものたちを入れていて、はい、もうダメだ、走る家というワードしか出てこなくなってきました。これはすごい。一応自炊もちゃんとします。そうですね。
まあ、基本は自炊なんでしょ、うん、基本自炊ですね。たまにもう疲れたらちょっとその地域のグルメを食べたりとか、そういうもの、うん、日本一周だからグルメも楽しんだ、ね、堪能できますよね。グルメと温泉だけはケチりたくないので、はい、そういうものにお金使ったりはするんですけど、さあすみません、この世界に入ったきっかけって何なんですか、この世界、このやっぱこういう生活をしてみようっていう。もともと私会社員やってたんですけど、うん、海外留学行こうと思って会社辞めたんですよ、うん、その時にちょうどコロナになってしまって、この時期になってしまって、うんうん、でも海外にも行けない、することもないってなった時に、うん、いつかこうしたいなとは思ってた憧れのこの車生活をこう今してしまおうかということで、うんうん、始めました。そうですね、これをしたいと思って始めたんではないんですけど、うっすらこういうこともやってみたいなとか、こういう自分車を家みたいにして日本一周してみたいなとうっすら思ってたんですけど、その、この、海外留学行こうと思ってた分のお金をもうじゃあこっちに費やそうかってなって、うん、あ、じゃあ2人で海外留学をしようと。そうですね、あ、たまたまね。そうですね、お互いお金貯めててそれを考えてたんですけど、なくなってどうしようかって、で、あ、じゃあこれこんなんもあったなということで始めようっていう感じで、もうそういううっすら考えてたことがいざ現実になったっていう感じですね。ここまでやる行動力がすごいですよねすごいし、この2人でって言ってもさ、やっぱたまたまそのねパートナーがいたからよかったけど2人でって言ってもじゃあ一緒に行こうぜって言ってもさ、普通無理じゃん。いや俺仕事ありますみたいなさそうですよね、確かに、はい、でしょ、それもまたまたねすごいなと思うよね。すごいね。この生活は始まってどれぐらい経ちましたか。去年の6月頃からこの車作り始めたんですけど、はい、で完成したのが10月ぐらいなんですけど、そこから出身の兵庫県を一度練習で回ってて、練習してそうです。で今年の1月からそうですね、九州の方から回り始めました。やっぱり、まあ、車で生活してると、はい、まあ、やっぱ突然不便になったこととか苦労することもあったりするんじゃないですか。もうそういうものだらけだったりしますね。だらけですか、やっぱり。もう水蛇口をひねったら水を出ることとか、うん、電気を当たり前に使えることとかがもう、うん、めちゃくちゃありがたかったんだなっていうのを、うん、早速感じましたね、うん、そうだよね。だってさ、日本一周って言ったら車で走ってるからオイル交換とかそういうのも途中で、途中でね、そうですね、頻度は高くなりますね。そうだよね、はい、いやでもなんか落ち着きそうじゃないこのなんか雰囲気いいですよね。雰囲気なんかこうちょっとレトロ風な感じ、はい、落ち着く色合いなんかあったかいですよね雰囲気が。先ほど言った何度もぶつけてしまう裸電球も、もう分かってたんですけど絶対あれにしたくてもう可愛さ重視で。そうですね、もうね、ぜひちゃんとね、はい、日本一周をね、これは感想を聞きたいね。なんならこれで僕アメリカ縦断横断とかしてほしいですけどそうですね、できるのであれば。あとその一応この車でその日本を旅してる動画をYouTube で発信してるので、そういった形でもこの生活を見ていただけたらなというふうに思ったりします、ね、そうそうそう、チェックするしかないですねやりたくてもできない人いっぱいいるじゃないですか。こんな感じで、いつもは片方がここで調理して、細かいことを言えばここに吊り下げのテーブルを用意するんですけど、吊り下げテーブルを出して、でこっちで何か作業するのと、こっちと分担して2人で作業したりするんですけど、かなり天井は結構天井は、そうですね、床下に全部荷物を埋めるためにこっちをもう犠牲にしてしまったんですけど、なんかこの収まってる雰囲気が良くないですか、ね、なんか微笑ましくなりますよ ねなんか羨ましいね。羨ましいですよねもう秘密基地感、ね、はい、そうですよ、小さい頃秘密基地とか大好きだったでしょ。いや、わかります、段ボールとかよく作ったもん僕学校の敷地で見つけて秘密基地って言ってたけど、みんなからバレバレっていうのがよくありましたけどありますよね、もうそれの延長線みたいなところですね、うん、確かに。はい、というわけで藤野さん、
なんか新しいこのカスタムの形を見た気がしましたけど、いかがでしたか？なんかね、新しくてすごい、逆にすごい好きこういうの。なんかもうね、ぜひあの日本一周をね、この秘密基地でね、あの成功させてもらいたいなっていうのと、やっぱりあの2人でね、日本一周って長いでしょ。だからまあ1人が喧嘩して私電車で帰るとかね、俺電車で帰るとかならないようにね、ぜひ成功してください。はい、回り切りたいと思います。ありがとうございます。はい、というわけで、ハヤトさんとアカネさんの愛車をご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひ、チャンネル登録、お願いします。はい、OK です。ありがとうございます。